クラリネット五十層は主にクラシック音楽で行われる合層形態で一般にクラリネット一本と弦楽四重層からなるものを指す。また、クラリネット五本によるものもこう呼ばれるが、前者に比べると作品数は少ない。以下、前者の編成について記述する。クラリネット五十層という形態は少なくともモーツァルトまで遡る。 1789年に作曲されたクラリネット50奏曲一長長計581は、後の作曲家を刺激し、同種の作品を少なからず誕生させることとなった。ブラームスもその一人であり、彼の室内楽曲の代表作でもあるクラリネット50奏曲路単調は、クラリネット奏者リハルト・ミュールフェルトによるモッツァルトの50奏曲の 演奏に接したことがきっかけで生まれたものである。20世紀以降もそれなりに書かれているが、ピアニストに比べて、クラリネット奏者が弦楽四重奏と共演する機会は少ないため、新作が発表されても再演が行われにくく、普及の面でハンディを追っている。モーツァルトやブラームス、ウェーバーに匹敵するような知名度を持つ作品が未だに生まれていない。 ここで紹介している作品は特記しない限り、クラリネット一本と弦楽四重奏によるものである。ありがとうございます。